はい、どうも皆さんこんにちは、ゆうじゃく代表の佐藤です。今日はこれから夫婦キャンプに行こうとしているところなんですが、まだね嫁が降りてきませんので、少し時間があるんでね、ビログ回していきたいなと思います。せっかくなんでね、出発前の積載をちょっとご紹介していこうかな。今日は千葉市若葉区の牛の広場さんっていうキャンプ場さんの方にお伺いするんですけど、インパラでね行きたいと思ってます。でもうトランクの方に積み込みが終わったんですけど、こんな感じですね。すごい荷物がめちゃめちゃ満載なんですけど、今日もフルキャパですね。フルキャパ、直近で新発売する製品もいくつか積載しておりまして、詳細はまたキャンプ動画や、紹介動画等々でね紹介していければなというふうには思うんですけど、現状こんな感じですね。今日はね実は結構その装備いろいろと変更しているところがありまして、例えば普段は絶対に持っていかないこれね、コールマンさんの2バーナーになるんですけど、2021年版なんで多分最新のやつですね。はい、2バーナー、あとは他社さんの製品もいくつか入ってたりとかしてて、なんだか嫁がね、おしゃれキャンプに目覚めたみたいで、結構そういう凝った感じのサイトコーデに今回はねなりそうな予感がしております。そこにうちの新製品関係とかもうまいこと当てはめていけたらいいなっていうふうには考えてるんですけど、例えば1個ねご紹介すると、まずこれですね。はい、ここにちょっと見えてるんですが、これはい、ゆうじゃくから今度新しく発売する難燃リクライニングチェア、生地もこれがね、製品版の生地になってますね。はい、こういった製品がねもろもろございますんで、ちょっとねいつもと空き家のコーデがだいぶ変わったキャンプになりそうです。あとはソファー用のマルチカバーだったかな、こういうのをコットカバーとして使ったりとかしながらやっていく予定になってるんで、これなんかリバーシブルになってるんで、表地と裏地がねだいぶ違ったりとか、そういうね、おしゃれアイテムも今日は積載しております。コンパクトランタンスタンドですね、これもうちから今度新しく発売する予定の製品で、収納ケースは今ねちょっと新しく新調しているところなんですが、一応そのサンプル、製品版サンプルをね持ってきてます。で、皆さん多分一番気になってると思うんですけど、これね 1x6 と 1x12 だったかなの板材になるんですけど、これ持っていくということは、アイアンラックですね。これはうちの製品ではないんですけど、おしゃれキャンプといえばみたいな代名詞的な製品であるので、板っ端一応持っていきます。本当は4枚も必要ないんですけど、一応ねサイズ感微妙だったんで念のためっていう感じです。この板材に関しては昨日ねキャンプ場で切りまして、白手塗りまでを行っておきました。キャンプ場開拓で余った部材をただ切っただけなんでコスパ良好ですね。でその下にはテントがありまして、今回使用するのは、ベローズテントということで、先日入荷してきましたんでフルオプションでね使っていきたいと思います。ベローズテントやっぱフルオプションにするとマットだったり、ルーフシート、あとお座敷シート、グランドシート、そういったところも全部合わせていくと結構なボリュームになっちゃうんで、実はこの板っ端の下はねほとんどテントに占領されちゃってる状況です。はい、あとは奥の方にも細かい難燃テーブルとかそういったものも入ってるんですけど、結構ねトランクパンパン気味で入ってまして、それだけではカバーしきれず、よいしょ、はい、いつも通り後ろの席にもいろいろなね荷物がまた乗る予定になってます。はい、でいつもガスランタン持っていくんですけど、今ねキャンプサロンでオイルランタンの開発計画を進めているところなんですが、サンプルで買ったねレイルロードランタンありますので、今後メインランタンというかおしゃれランタンはこれをちょっとメインでしばらくは使っていく予定にしてます。はい、あとは食器関係がサンドのボックスの中に入ってて、これが嫁の機材ですね。で私の機材は真ん中に置いてます。あとはこの辺にクーラーボックスとか、あと私物関係ですね、嫁の私物関係とかが入って積載完了という感じです。あとは万が一インパラが路上停車しちゃった時のために忘れちゃいけない工具、これもねよいしょ積んでおきます。はい、そんなわけで、一応ねざっと積載の紹介はこんな感じなんですけど、まだね嫁が降りてきませんので、もう少し待って早速出発していきたいと思います。嫁ナビでお願いします。はい、じゃあ行きましょう。じゃあ行きましょう。
半宿泊の方が入られてるみたいで、正直空いてるところがぶっちゃけもうほぼない感じなんで、はい、まあ、一応ね、平坦そうだ、もうこのど真ん中に、陣取っていきたいなと思います。広角レンズがどっか行った。はい、そんなわけでフリーサイトなんで自由にね、サイトを貼ることできるんですけど、とりあえずこの辺すごい平坦そうなんで、この辺にね貼りたいと思います。ではとりあえずサクッと貼っていきます。はい、準備していきます。はい、そんなわけでセットアップが完了したわけなんですけれども、何をち迷ったのか、通常の撮影までタイムラプスを流してしまいましたので、ここからはアフレコで対応していきたいと思います。今回設営を行いましたのは、先日入荷してまいりましたベローズテント、しかもフルオプションでの設営を行いました。ご覧の通りで、下の方にはお座敷シートを敷いておりまして、前室部分はすべてお座敷スタイルでの仕様としております。いつもの私たちの夫婦キャンプのセットアップとは一味違って、いろいろなギアが並べられているのをご覧いただくことができるかなというふうに思うんですけれども、特に注目していただきたいのは、今嫁が座っている難燃式リクライニングチェアですね。名前はまだ仮のものではあるんですが、今回はこちらを2脚並べてお座敷スタイルに合わせてセットアップを行ってみました。今回は並べるギアが多かったので、セットアップに1時間ぐらい時間がかかってしまいました。またご覧の通りで、今回は他社さんの道具もいろいろと交えながらセットアップを行ってみましたので、普段はユージャックの道具しか使わないことが多いんですけれども、他社さんの道具との相性も含めてベローズテントのセットアップの参考になればと思います。また今回はインナーテントの中のセットアップも少しこだわっておりまして、弊社で今度新しく発売する難燃コットをハイスタイルで導入も行ってみました。詳しいセットアップの紹介等につきましては、また別動画で回していきたいと思っておりますので、他の紹介動画や夫婦キャンプ動画本編を楽しみにしておいてください。いやー、慣れないカメラを使っての撮影にはこういうアクシデントってつきものなんですよね。こんな感じで動画の後半がポラギノールの CM みたいな感じになってしまいましたが、今日の動画は以上となります。本日の動画が面白かったという方はぜひグッドボタンよろしくお願いいたします。あとチャンネル登録まだお済みでない方は、右下の赤いボタンからチャンネル登録していただきまして、その場られる通知設定もオンにしておいてください。あと合わせまして、こちらもはい、Twitter、Instagram、UJAC の公式 LINE やっておりますので、こちらも合わせてフォローよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。さよなら。